まだ始まらないけど、言いたくないんやろ。だけど、まあ、絶対に書き届くなとか言ってんの。例えば天皇家な。今月ってどうすんのって言うのがいいんだけど、ますます自分のマトリョーショカに帰りにくくなる。ヤマト民族でも帰ったら自分のマトリョーショカに帰った。そこはヤマト民族じゃなくて、自分が AMISHI 民族になる。むしろうちらがあんたらのマトリョーショカ言ったら、うちらがあんたらのマトリョーショカでは、ヤマト民族になってしまうんやってさっきから言ってるやろ。何回かね、何回か言ってるやろ。じゃあ何をうちのマトリョーショカで婚姻してんのよ。何婚結しとんの。あかんやろ、帰られよ、なんで。あれか、何やったかな。寄生針、寄生鉢かよ。地鉢みたいな。冬虫夏草とか。ちょっと、せっかく来たから子孫ちょっと残していこうかな。ちゃうねんで、言っとくけど。いつまでたってもナルヒトは寄生虫とか、あれ、癌細胞構成すん。うちの細胞にとっては。何代か沖に現れるなよ、もう。帰り方わからんからやろ ?500 年おきぐらいに現れてんの知ってるけど、ナルヒトは。さっきナルヒトの顔したやつ多いやろそれがこの世界が病んでる理由やで。それは、ナルヒトの遺伝子がうちにとって、相性悪いからね。癌細胞になんねん。みんな癌細胞の中に住んでるわけ、要するに。ナルヒトには投下されてんねん。まあ、ナルヒトがあるのが少ないよ、実際。あの顔ばっかりおるけど、結構なる人でしかないような顔。人類全体がめっそ少数やねん、なる人の顔は。うちみたいな顔大変ですよ。何民族どうするなる人。このアウェー感中からアウェーやと思うなる人は。うちがアウェーやな、あの人。だけど、うちのせいで子孫作るな、言うたら。帰られよ、なんでますますさん、この遺伝子。どうする気なんか血薄めていて対処してもらおうって。それやったらそう、それやったらそうし。で、みんなにボコボコされて言うけど、天皇家の収まってるわけよ。牢獄しか差し切れないみたいな。時々当てに行こうとか。面倒くさい仕事やないから。じゃあもっと絵をないんか。これから科学進歩すると思うけど、もっとな。ナルヒトの顔した人たちが自分のマトリョーショカに帰れますように。で、そのナルヒトたちがね、共同関係にあるわけじゃないですか、どうすんの？うちがナルヒトのマトリョーショカ、うちがナルヒトになるわけじゃないけど、同じストーリーだったらそうなるでしょうけど、よく直接、要するにマトリョーショカを変歴した結果から思うわけだから、あれは一気に来てしまったとしても、そういうこと可能な技術があったんでしょうね。で、それやけど、またそれ、そのままやったら、がん細胞として、共倒れか、その子の細胞、あるいは、みんなにボコボコしてるわけですよ。で、また上に逃げて、そんな辺で遍歴したこと、そんなんやじゃん。で、この後、もっと、マスの方法を考えてください。考えてあげてください。ちょっとチクチク痛いし。